では続いてゲストの方にお話伺ってまいります。電話がつながっています。この時間の話は立花証券企業調査部アナリスト入澤武さんです。入澤さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日は北米の住宅機に関連してですね、リクシルと、リンナイのお話をいただけるということですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。北米の住宅市場、活況ということで、コロナウイルスの感染症の影響はもちろんあったんですけれども、足元非常に強いということで、グラフ用意させていただきましたので、はい、見ていただければ、ね、住宅、はい、ね、住宅の、はいはい、販売のところなんですけれども、新設の住宅販売個数、前年同月比で見ると移動制限のあった、今年4月ぐらいは 13% 減、5月 14% 減と落ち込みましたけれども、はい、6月には早くも 16% 増と、うん、8月に、イレギュラーありますけれども 46% 増ということで、直近11月でも4割増と非常に高水準ということですね。で、先行指標となる住宅着工の方もですね、11月 14% 増ですから、販売は当面堅調が続くんじゃないかなというふうに見られます。また新築市場のアメリカの場合は6倍から8倍ぐらい中古の市場はありますけど、こちらも6月に3割ぐらい減ったところから11月は 27% 増ですから、こちらも活況ということです。で、米国住宅販売好調なのは、いくつか理由があります。まずこれもグラフ用意させていただきました。住宅ローン金利ですね、11月で 2.72% ということで、これは記録が残る過去50年では最低という水準になってます。で、加えてコロナウイルス感染症拡大によって、米国でもリモートワーク増えておりますので、家で執務スペースが必要になったりとか、あとは家で過ごす時間が増えたので、コロナ以前よりも住環境を重視するという動きが出てきていることなどが挙げられます。また、リモートワーク浸透したということで、通勤しなくなりますので、通勤に便利な都市部のマンションから、一軒家に移り住むことが増えているということも挙げられるかと思います。で、米国で、住み替え、増えてますので、住設機器、住設関連資材、販売好調ということで、北米で、住み替えるときにリフォーム改装というのがどういうふうになるかというのをちょっと具体的にお話ししますと、実は、2回リフォーム需要が出るという形になってまして、まず家を移り住む前にですね、北米では日本と違って住宅売却前に壁塗り替えたりとかですね、住設機器の修理を行うということで、家の売却価格を高めるというのを皆さん行ってますので、売却する家のリフォームがまず一つあります。また、新居のリフォームについても、これ日本に比べてかなり大規模なことをされるので、日本の場合は、家を買うと住宅の資産価格を落とさないためにできるだけ、触らない、きれいに使うという方多いですけれども、米国では購入した後住宅を住みよくするためにですね、大規模な、改造をするということで、例えば、ガレージ、アメリカの方は、そこを工作場みたいに使われますけれども、ここを増築改築して、シャッターをつけたりとか、あとはバスやキッチン、こういったものを取り替えたりとか、あとは大きな例ですとミニショベルをですね、レンタルしてきて庭の造成する、プールを作ったりとか、こういったこともやられるということ、日本から見るとちょっとかなり絵が違うのかな。で、こうしたリフォーム、日本だと、面倒なので業者に任せる方が多いですけれども、アメリカでは DIY でお父さんのお仕事ということで皆さんやられるということで、こういったリフォームするときの関連資材、ホームセンターで購入されます。
でこのため、住み替えが増えるとホームセンターの住宅関連資材や住設機器の売り上げが増えるということで、で代表的な企業、アメリカのホームデポですね、ホームセンターの大手の会社、2月決算の会社ですけれども、前に四半期を見ますと6月8月で既存店売上高が 25% 増と、で直近9月11月で見ても 25% 増 24.6% 増と、過去 5% 増ぐらいで増えてはいた、既存店プラスではあったんですけども、足元で非常に伸びておりまして、このことを裏付けているという形になっております。で、住宅市場が堅調なことに加えて、DIY に、お金をかけるという流れは、今後も続いていくというふうに考えますので、まあ、ここに関連した企業を当面追い風がつくのかなということで、本日はいくつか銘柄をご紹介させていただきたいと思います。一つ目は5929の三和ホールディングスから紹介させてください。同社は、北米で、ガレージのシャッターを作ってます。日本でも最大手ですけども、欧米でかなり大きなお仕事をしておりまして、で、足元でも新製品の投入やホームセンター向けの攪拌などを行ったということで、北米の子会社 ODC の売り上げは上期はコロナの影響で、マイナスでしたけども、下期プラスになってきてます。また、欧州でも工場が、止まったところから再稼働で正常化、こちらもプラスという形です。で、業績ですけれども、3月期の決算、経常利益 13% 増の290億円と、期初の想定の210億円から、上方修正をしております。コロナの影響が会社の想定よりも小さかったことや、北米の住宅市場が急回復していることが、引き上げの要因となっているということで強含み、来期も北米住宅市場を高水準で続くと、国内の回復等も見込めますので、売上高で 6% 増4450億円、経常利益で 14% 増の330億円と増収増益になるというふうに見ています。2つ目、ご紹介したいのが、5938リクシルグループです。はい、同社、衛生陶器やシャワートイレが北米で売れていますということで、コロナの影響があったんですけれども足元回復、地域別に売り上げを見ますと欧米、7月以降急速に回復しておりまして、月次で見るとアメリカでは4月3割ぐらい減ってたんですけども、9月で、13% 増と、欧州も3割超の減少から 12% 増ということで、中国がちょっと遅れてたんですが、こちらも9月には 1% 増とプラスに転じております。で日本、こちらなかなか回復がないところではあるんですけれども、10月以降徐々に戻ってきているということで、世界全体で収益が回復傾向という形になってます。で通期の業績見通し、事業利益で 24% 減の400億円と、コロナ影響を見込んで、マイナス予想ですけれども、足元で、北米の回復やコスト削減進めていること等もあって、期初の想定よりも150億円、こちらも引き上げられておりまして、足元で行っている早期退職等の効果が来期は期待できるということで、事業利益来期は 23% 増535億と、さらに伸長するというふうに考えております。最後に、5947の林内ですね、こちらを紹介させていただきます。こちらも北米で、伸びているということで、給湯器が、北米で伸びているということなんですけれども、給湯器、日本では瞬間湯沸かし器皆さん使われているのでそれが標準ですけれども、北米では、一度沸かしたものをタンクに貯める貯湯式というのが中心だったんですね。
で、これは一度沸かしたものを取っておくので、だんだん冷めてきてしまうと。で、効率も悪いということで、足元で環境意識の高まりや補助金もありまして、瞬間湯沸かし機系が伸びておりまして、ここの恩恵を受けているのがリンナイという形です。で、地域別で見て、北米は順調、特に北東部の販売が6月から回復してきてます。で、国内もこちらあまり芳しくはなかったんですが、その中でも高付加価値品の販売増とがありまして、地道に売り上げを積み上げていると。で、北米については子会社12月決算ですので、下期からの収益改善が見込まれるという形になってます。また、ちょっと地域では違いますけど、中国ではインターネットの販売が中心なんですけれども回復してきているということで、こちらも今期3月期は経常利益 8% 減の330億円と会社計画マイナス予想なんですけれども、中間期コスト削減などが会社計画よりも上回っていることや、北米が強いということなどから、経常利益、マイナスではありますけれども、340億円と会社計画を上回るというふうに考えております。はい、アメリカの給湯器が貯蔵式だとですね、蛇口をひねるとお湯が突然わっと出てくるっていう感じですよね。日本流だと、日本式だとですね、しばらく水でだん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 高くなってお湯が出てきますよね。そういうのまだるっこしいっていうふうにアメリカの人は思わなくなってるんですかね。どちらかというとですね、アメリカの方、もともとそれなんで慣れてるみたいなんですけど、使い切ると水になってしまうんですよね。なので、それで、不便を感じる方が多いということで、瞬間湯沸かし器を使うことで水にならないっていうのはかなり評価高いみたいですね。なるほど、そういうふうにも言えるんですね。分かりました。入澤さん、今日も本当にありがとうございました。はい、またどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。立花証券企業調査部アナリスト入澤毅さんにお話を伺いました。